みたいな。うわこんな感じみたいな。すわーすげえ。元のこの、かわいい。つやるまい。この番組は、キャラのスポンサーの提供だ。さあ、よっしゃえ、やろういきますよ、はいよ、ありがとうございます、はい、大変だみんな関谷さんが来てくれましためっちゃスイッチ入ってキラグラ負けてるよすっげえ YouTuber やそんなことないすごいなそんなことない2割2割ぐらい2割ぐらいか、はい、どうもありがとうございます、はい、ということでもうスペシャルハイパーゲストレジェンド歌いての関谷さんに今日来ていただいておりますどうもどうもお呼びいただきありがとうございますいや本当にお忙しい中ありがとうございます全然見てくださいこの落ち大人ですよこのこの佇まいほんまにこのはいもう全然だってもう見てこれそうザそう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 アグラックスそう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 初です魔法のチャンネル主役初の姿勢ですあ、2本目これでいくわじゃあはっはっはっは1本目なんですけどねこれ1本目これでちょっとねお送りしたいんですけれどもはい、お願いしますありがとうございます、はい、ということですね皆さんご存知の方も多いと思うんですけれども、はい、今はあれですかねボーカリストって感じですかあー、そうなのかしらポジションどう見えてるのか分かんないですよねポジション的にまあ、おめでたい頭で何よりがね、4月末で活動を休止しましてですね、はい、でそっからソロで、はい、活動スタートということで8月13日もうねそうだ直近なんですけどワンマンをやってこれが11年ぶりのソロ名義でのワンマンになるんですやったーおめでとうございますありがとうございます新宿のホリデーでやりますんでおはいいいですねはいでも自分の誕生日なんですけどあ、はい、おめでたいですね、はい、それこそ、ねはい、なので今はソロでご活動されてる関谷さん、うん、今日お呼びしておりましてはいなのでワンマン気になる方ぜひチェックして概要欄に情報貼ってますんでねそうそう書いてくれてるんでありがとうもちろんです、はい、チェックしてくださいということですねご活躍中の関谷さん今日お呼びして、はい何をお送りしていくかと申しますとですね関谷さんといえばもう発声大全発声大全もういろいろそうですかいろいろなことができる方なので、もう徹底分析していこうと思います。怖っ、やだやだやだもうこの内部から、物理的にもう、さらけ出していただいて、はい、ご存知の方も多いと思うんですけれども、うん、もうとにかくいろんな声を操りまくっている関谷さんでございますが、はいはいはい、ちょっとどうなってんのかって。分析されちゃう。そう。うわぁ。つまびらかにされちゃう。そう。いい。ちょっと、トレーナーなんで私。あ、そう見て、キーボード。いや、そう、ならないの。ならない。ならへんのかな。繋いでない。繋げ。繋いでないの、もう。そうね。なので、視聴者の方もですね、気になってる方は非常に多いと思いますので、ちょっとこう、発声どうやっていらっしゃるのかとか、そのあたりをですね、ちょっと皆さんと一緒に垣間見ていきたいなと。わかりました。思っておりますので、こんな感じでですね、このチャンネルでは、日々発声関係の話とかですね、置いてる関係の話とか、日々させていただいておりますので、まだチャンネル登録お済みでない方、ぜひこの機会によろしくお願いします。はい。あと、関谷さんの情報等々概要欄に貼ってますんで、あとさっきのね、ワンマンも含めて、ぜひチェックよろしくお願いします。はい。いう感じで、本編いっちゃいましょう。うえただいま戻りましたいいよはいはい思わぬところで発声トークが今撮影外で盛り上がったな撮れよって話なんですけどもそうそうそういやということで本編いっちゃいたいなと思ってるんですけどもそう先ほど話した通りですねもう本当にいろいろな声を使い分けていろいろ昔から大台になられてるんですけれども僕そんな中でその関谷さんのすごいなって思うポイントがやだあるいやもうたくさんあるんですよそうなんです。で、なんとかまとめたんですけど、それでももう5個ぐらい出てきちゃって。5個。そう。めちゃめちゃ多くて。なんですけど、ちょっとまあ、深くなりすぎない程度にですね、ちょっと1個1個追っていけたらなと思って。はい、わかりました。で、まず1個目なんですけど。何ですか女声ですね、まずは。まあ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 、そうなりますわな。来ますわな。まあ特徴の1個ですからね。そうですよね。もう、まあある種代名詞と言っても過言ではないかなって思ってるんですけど、この女声がですね、ちゃんと、地声なんですよね。トレーナー的ワードで言うと。なるほど。どういうこと？いや、なんか、女声出しますって皆さんになった時に、はい。なんでしょう、こう、裏声みたいになっちゃうっていうか。うん。こういうこと、裏声。こうなっちゃうとか。いわゆる裏声。そう。いわゆるなんか、ね、さっきもちょっと撮影会で話してたんですけど、ミッキーみたいな。あ、ね。はぁ、夢と魔法の国へようこそみたいな。そう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 。サービス。サービス。あはははは。出た出た一人ディズニー。すげえ全員出てきます。あら、ミッキー。あ、すげえ素敵なドレスね。これやつね。これですなるほど。これなんですけど、
これがね、なんか、うん、これね、生で聞くとよりやばいんですけど、うん、そうですか。めちゃくちゃ地声なんですよね。あー、なるほどなるほど。地声、なんか本当に女性のが地声で話してるみたいな。男性、本当に男性感がもう、もちろん褒め言葉として全くない。なるほどね。感じがするんですよ。うんうんうん、だから練習してこうなったんですか？わからへんね。終わりです。ね、ありがとうございます。でもね、最初やり始めたのは中学の時で。おぉ、早咲きというか。中学2年生の時に、はい、クラスメートですごいね、可愛らしい声の女の子だったの。あ、へえ、はい。で、その子の声を聞いた瞬間に、ね、昔からの特性で、声聞いた瞬間にこれはできる、できへんみたいなのが分かる。あー、はいはいはい。で、その子の声を聞いた時に、あ、これできるんちゃうかそう、ぶっ飛んでる。これできるなと思って。マジっすか。で、こうなんか真似をしてみたわけ。こう、はいはい、あ、ありがとうみたいなの、あ、ありがとうみたいなのを、そう、やってみたの。まあ、できたやん。いやできたやん。できた。できた。いや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 。その過程、なんもなかったんすね。なかった。ええー。できた。ほら、ほんでもう休み時間にクラスの男子呼んで、俺誰ならその声できるなと。なんて言わせたい？じゃあ何々って言って、わかった。AI です。何々って言って。うわすごいみたいな。すごいっすね、うん。時代を先取りしてますね。そう、だからね、習得までの過程見たのがぶっちゃけなくて。そういうことですか。うん。いや、でもこれすげえな。でももしかしたら、でもそっからその、やっぱ、なんだろう、例えば、はいはいはい、それを強化していくために、おそらく通った道として、モーニング娘。を全員コピーするみたいな。いや、ぶっ飛んでるんですよ。なんで全員やるんですか、一回。全部。ディズニーもそうだし。音源を完璧にコピーしたくて。はいはいはい、いや、そうですよね、うん。いや、そのイメージめっちゃ強いです。そう。で、それぞれの特徴みたいなのがあるから、はいはい、まあちょっとこの子はブレッシング歌うとか、誰々は、こう、歌い終わりがすごいこうビブラとこうかかる。なんかすごいこうキャピキャピ歌うとかみたいなのを一個一個コピーしていって一人モーニング娘。をやりたいっていうのをやっていくのももしかしたら訓練になってたのかもしれない。いやー、すっごい参考にならないですけどめっちゃ参考になりますね、うん、いや、それぐらいやらないとってことですね。もう好き、そう、好きでやってたから。あー、そう、全然訓練とかじゃなくてもう好きでやりたくてしょうがなかった。それ無敵ですよね、うん、練習を練習と思ってない全く思ったことない。いや、これもう音がこれびっくりしたんですけど、うんうん、今日初めてこの生音で女声聞いたんですよ、うんうんうん、関谷さんの。もちろんその音源上では何度もあるんですが、初めて聞いたらめっちゃ音でかいんですよ。あ、そうなんや。そうなんですよ。へぇ、地声で今これぐらいだとしたら、まあこれぐらいですね。うん、女声もらっていいですか？ありがとう、ありがとう。これめっちゃ響くんですよ。あ、なるほど。多分息はそんなにこれ使ってないじゃないですか。これ多分使ってない。パンって出してる。そうなんですよね、うん、なんかこうパチってめちゃくちゃいってて、うんうんうん、本当にそのポジションで絶対出るみたいな、うんうんうん、ハマってる感がめちゃくちゃあって。なるほど。だから響き、全然これ喉閉まってないし、うんうん、めちゃくちゃ響きが豊かなんで、うん、音がやっぱ響いてるんですよ。なるほどなるほど。え、これ感覚としては裏声なんですか、地声なんですか？分からへん。分からへんね。ちょっとじゃあ分からへんです。あ、これいわゆる裏声です。裏声ですね。で、裏声から、はい、そのフォルマントを変えた。フォルマントですね。そう、裏声からフォルマントを変え、もうここなんよね。この感じ。おお。こういう感じ。こういう感じみたいな。うわぁ、こんな感じみたいな。すわぁ、すげぇ。っていうことの、この、かわいい。つやるわい。台無し。これお決まりなんでしょう。どっちかってドラゴン入れるのかもしれないですね。かもしれない。かもしれないですね。うん。聞いた感じはこう、さっきね、冒頭の仮タイトルの通りで、うんうん、結構なんか、やっぱ地声感があるんですよね。なるほど、なるほど。やっぱこう、声帯自体は、ちゃんと稼働してる感じがある。だからジャンル的に言うとこれって何？そのいわゆるミックス的なこと。まあ広く言ったらそうだと思います、ね。講義ではね。かなり講義ではそうですね、うんうん。かなり裏声よりだけれども、うんうん、ポジションというか本当にさっきおっしゃったニュアンスがすごいついてるけど、うんうん、まあミックスの範囲ではあると思うんですよ、ね。なるほどね。そうそうそう。っていうのがですね、うんうんうん、まずまあ代名詞って過言でね、女声、はい、まずすごいところに行こうかなと、はい、思いました。出し方もありがとうございます。うん、っていうのが一つ目で。はいはい。で、次なんですけど、うん、これと関連するんですが、はい、この女声ができるということは、うん、さっきフォルマントっていう話がありましたけど、うん、ポジションがすごく高いんですよね。まあ、トレーナー的に言うとですね、関谷さんの感覚がどうかわかんないですけど、ポジション、響きの位置がめちゃくちゃ高いんですよ。うん、なるほど。そう。で、これによって何が起きるかというと、うん、ピッチがめちゃくちゃいいんですよ、関谷さん。いや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 
この回じゃないの。この回じゃないの。そうなんですよ。そう。デス回じゃないんですよ。後で来るかもしれない。ああ、なるほど。そう。ピッチが本当にバチバチで。そっか。自分ではそんなに自分のピッチいいとは思ってなかったんやけど。それがもうびっくりしたんですよ、今日。ね、そうなんですね、うん。そうなんですよ。もう響きの位置で音程というのは、うん、すごいね、皆さんちょっと伝わらないかもしれないけど安定してくるのよね。そうなんですよ。ちゃんと鳴ってて、でその鳴りと鳴ってるそのオケに対しての調和っていうところで最初にチューニングできてると後で狂いにくいんやけど完璧そうなんですよね。そうだ、オケとの調和が最初から取れてないともうずっとなんかわけわからんとこずっとフラットしてるけど、いやそうなんですよね、自分では合ってるつもりみたいな。いやだからそのね、ライブハウスとかでピッチがラインでもむちゃくちゃっていうのはやっぱそういうことが多くて、そうですね、うん、この完璧な感覚ちゃんとこうピッチを終えるんですよね。あと魚雷みたいに、ああなるほどね、そうそう、ずっと終えるし、うんうん、ピタピタピタって全部くるっていうか、うんうん、これめちゃくちゃすげえなって思うんですよね。めっちゃ外すんやけどね。でもね、自分もやっぱずっとそこは悩んでたのよ。はあ、そんですって、意外ですよね。いや、ライブハウスのさ、そのライン音源とかってやっぱ結構聞き直した時とかいろいろあったりとか、結構絶望することとかあるよね。あります。でやっぱそこ年々マシにはなっていってるとは思いつつも、やっぱりまだまだこう悩みつつもあったけど、うん、ようやくこう 1,2 ヶ月ぐらいでマシになってきたかなって。めっちゃ最近。そう、めっちゃ最近。っていうのがですね、うん、この女声というところから派生するところの一個としてすごいなと思うポイントなんですよね、うん、じゃあ次なんですけど、はい、これまあ今の話と結局同じではあるんですけど、はいはい、同じっちゃ同じなんですけど、まあ今みたいな。I think you feel it! ここ !It's not that you can say! これ